セラノーバ、セラノーバは、スペインガリシア州、オーレン世間のムニシピオ、基礎自治体。コマルカダテーラーでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると2013年の人口は5638人、2010年、5949人、2009年、6020人、2008年、6075人、2007年、6104人、2003年。 6071人。住民故障は、セレノブス、ESA。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は96.12%、2001年。セラノーバは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。北は、カルテージェとアメルカと、東は、アボーラと、南は、ベレーアと、西は、ラミラスと、キンテイラーでレイラードの、 各自治体と境界をなす。自治体中心地区は、セラノーバ教区のセラノーバ地区。セラノーバは、県ト・オーレンセとは、そのまま南へ行くと、ポルトガルの林道祖に行き着く、国道1 2十号線、N-120 でつながっている。自治体内には、アルノイア川とその多くの支流、オリージェ川、トゥーニョ川が流れている。西部、トゥーニョ川地域は、高台になっており、 東部の低地、アルノイア川、オリージェ川地域に人口は集中している。降水量は多くなく、また、気温差は激しい。セラノーバは、セラノーバ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。936年の先度でセラノーバによって、後に様々な特権を与えられることになるサンサルバドールで、セラノーバ修道院、モステロで、 サンサルバドルでセレノバが設立され、十一世紀にはその力は最大となり、その支配はアルタリミア、モンテレー、オーリベーロにまで及んだ。イルマンディーニョの反乱によって、ミルマンダ城とビラノバ・ドス・インファンテス城は破壊された。十五世紀になると、修道院は貴族の搾取によって衰退していったが、カトリック両王によって、それらは取り返された。 1506年以降は、バリアドリトのベネディクト会のサンベニートエルである、修道院との結びつきを深め、その独立性を失っていった。セラノーバは、スペインとポルトガルとの国境地域にあるため、両国の間で何度も、争奪の的となった。19世紀自由な三年期に、修道院は、修道会の支配から離れ、1837年最終的に、 英体所有財産解放令によって没収された。1927年ビラノバ・ドス・インファンテス地区を、1967年、アセベード・ドリオ地区を編入。自治体市長は、ガリシア国民党、ププデグのアントーニオ・モーリー・ジョビジャール、アントニオ・マー・オビアー。自治体表議員は、ガリシア国民党。7、ガリシア民族主義ブロック、BNG。3、ガリシア社会党。 ステグソ3となっている2011年5月22日の自治体選挙結果特票順。セラノーバは19の教区に分けられる。太字は自治体中心地区のある教区。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。